この番組は服部区長の8月下旬から9月上旬の動きをダイジェストでお送りします。8月24日、旧東京音楽学校奏楽堂で行われた第7回台東区長賞記念演奏会での服部区長です。台東区では昭和56年から、若手芸術家の育成支援、これを目的といたしまして、東京芸術大学の美術分野における優秀な学生に台東区長賞を授与してまいりました。そして平成30年からは音楽分野にも拡大をして毎年記念演奏会を開催をしています。7回目となる本年はオルガン専攻の中澤美穂さん、弦楽専攻の安保由乃さんに演奏をいただきます。会場全体を包み込むパイプオルガンの深い響き、そして深みのある豊かな音色を持つチェロの演奏をお楽しみをいただきたいと思います。9月6日、龍泉福祉センター生き生きテラスの落成式に服部区長が出席しました。龍泉福祉センターが多くの方から親しまれる施設となるよう、区民の皆様の投票を経て、愛称を生き生きテラスに決定をいたしました。ぜひさまざまな機会でご利用いただきたいと思います。今後この施設では介護予防や認知症に関する普及啓発、介護人材の確保育成などさまざまな事業を実施をしてまいります。私はこれらの取り組みを通じ、区の高齢者福祉施策の充実を図り、区民の皆様が生き生きと安心して暮らし続けられる町の実現を図ってまいります。9月7日、浅草雷門前の並木通りで開催された雷門盆踊り夢灯籠の開会式での服部区長です。本日は夏のフィナーレを飾るこの雷門盆踊り、多くの海外の方も大勢今日はお見えいただいておりますけれども、こうして盛大に開催をされまして誠におめでとうございます。浅草雷門、まさに日本のランドマークです。どうぞこの夏の浅草の夜を心ゆくまでお楽しみいただきたいと思います。本日はありがとうございます。パリ2024オリンピック競技大会、フェンシング金メダリストの松山恭助選手が服部区長を訪問しました。台東区出身の松山選手はフェンシング男子フルーレ団体で金メダルを獲得した日本代表チームのキャプテンを務めました。団体戦初めてのメダルということですけれども、やはりこうフェンシングのこう歴史にね、新しいこう1ページを開いていただいたということはね、これは本当台東区民の誇りでもありますから、これからもぜひ大いにご活躍ください。ありがとうございます。